新年最初の収録だからダメじゃないラジオです。あ、これあれだわ、粉が喉に振ってちゃんと、あ、めっちゃ出てる。もうね、仕事はちゃんとするのにさ、どうしてそういうプライベートのところはちゃんとしないわけ。いやー、嘘。今キャップをね、中途半端に閉めた状態で振ったので青汁が飛散しています。元気な青汁ですね、飛散に飛散してますからね。いや、最近思ったんだけど、バカなんじゃないかっていう。あのね、そう思う俺。あの安本さんが言ってた斉藤壮馬は知識はあるんだけどバカなんだよっていう、その言葉のね、信憑性がね、出てきたよ。なんかでもそういう自分をね、好きになってきた、徐々に。いや、だから愛されるんでしょ。いやー、本当愛してください。それでいいんだと思います。今年もそんな感じでやっていきたいと思います。IQ 低めでやっていきましょう。はい、それでは始めていきましょう。斉藤壮馬、石川海人のダメじゃないラジオ、最後までよ。